はい、では米粉の中にまずお塩を入れます。そしてぬるま湯の中にお砂糖と米の油です。これは好きな油で大丈夫です。そしてドライイーストを入れます。お湯の中にお砂糖を入れると発酵をね助ける働きがありますので、お砂糖は米粉の中ではなくってお湯の中に入れていきます。そしてちょっとイーストが溶けるような感じで混ぜていきます。そしてイーストがちょっとこうポワポワっとしてくるんですけれども、それまで 2,3 分このまま待ちたいと思います。ほら見てください、こういう感じ、ほわっとイーストがちょっと働いてきたよっていう感じを確認したら米粉と合わせていきたいと思います。はい、では水分と米粉を合わせていきます。お塩を入れたのでちょっとねこうちっちゃめの泡立て器なので均一に混ぜたいと思います。でそこに混ぜ合わせた水分を一度にちゃっと入れます。でそのままぐる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 混ぜていきます。パンの時と違って米粉は水分が多いです。なので見た目は見てください、こうやってシャバシャバしている感じなんですけど間違いではないので、めげずに2分ぐらいこうやってぐるぐる混ぜてください。米粉の粒子は細かいので水分とこう合わさるような感じで馴染むように混ぜ合わせていきます。ちょっと2分ぐらい混ぜ続けます。で今日このパンに使っている米粉は瑞穂力といってパンを作るために作られた米粉なんです。まあ、私の中ではサラサラ系と言っているんですけど、米粉って全部同じではなくって、あの米粉の種類によって水分を含む量というか違って、もったり系とサラサラ系って私はグループ分けをしているんですけど、お菓子やパンなどはこういうサラサラっとしたタイプの米粉が向いています。はい、2分間混ぜました。まあ見た目は変わらないですけど、こってサラサラしています。でこのままではちょっと今日フライパンで丸めていきたいですよね。丸められませんので秘密兵器を用意しました。この大箱に水分を吸わせていきたいと思います。混ぜます。見ててくださいよ、びっくりするからダマにならないように急いで混ぜていきます。だんだんこの大箱、まあ、サイリウムという表示で生花材料店には売っていますので、うわ硬くなってきました。ほらどん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 この水分を吸ってきます。このくらい硬くなってきたらちょっと泡立て器外していきたいと思います。ゴムベラにね変えたいと思いますよ。ゴムベラでさらに混ぜていきます。こう折りたたむような感じで、よいしょ、これもまたさらに 2,3 分ねこねていきます。だんだんこうパンっぽくなってきました。そしてある程度きれいに馴染んだら、一回なんとなくでいいので丸めます。そしてそのままボウルに入れて、このままラップをかけますよ。そしてこれはこれから焼くフライパンなんですけど、お湯を40度から50度ぐらいのお湯を作っていただいて、ポンと浮かべて大体15分間発酵させていきます。はい、15分経ちました。お湯もまだあったかい感じです。ちょっと見てみますか。なんとなくリラックスしたような表情かなと思います。はい、ここから形を作っていきます。はい、ではこれをね6等分にしていきたいと思います。よいしょ、こういう風にM 字に切るとまっすぐなるので切りやすいですよ。なんとなく6等分になるように切ります。はい、そして丸くしていきます。切ったところの切り口が綺麗なんです。なので切り口を上にして押さえていただいて丸くしていきます。で米粉のパンはちょっとボソボソした見た目になって表面がねつるっとしにくいですね。なのでちょっと手に油をつけながら丸めていきたいと思います。水でもいいです。
で米粉のパンって乾燥しやすいので、油をつけてあげることによってその乾燥もね防ぐことになりますので、ちょっと優しくなでなでしてフライパンに並べていきます。かわいい、なんとも言えない、なんかねこの手の感触なんですね。皆さんにぜひ味わってもらいたい。はい、6個目丸めました。そしたら今日20センチのフライパンを使っています。後でこう膨れていきますので、ちょっと間隔を空けながら6個並べたいと思います。はい、これで発酵していきます。はい、では発酵に入るんですけども、55分で焼きたてパン覚えてますか皆さん。で同じようにフライパンで焼く、もうこのまま焼くので、この中で発酵させていきたいと思います。余熱の意味でまず強火10秒かけます。止めました。温まりました。このガスの場合は10秒ですぐ温まるんですけど、 IH の方は火をつけてすぐ温まらないことがあるので、目安としてはフライパンを触ってカチッって感じになれば OK なので、熱っとなったら火を止めてください。でこのまま火を止めて30分間そのままにしておきます。30分経ちました。ちょっと覗いてみたいと思います。大きくなりました。膨れましたね。では早速焼いていきます。オーブンでいうとこう余熱というイメージで、強火で10秒かけたいと思います。 IH の方は暖かくなるのを待って10秒数えてくださいね。10秒強火にかけたら今度は焼いていくので弱火にします。弱火にして6、7分焼いて、ひっくり返して6、7分焼いていきたいと思います。ちょっと見てみます。どうだ、いい感じに焼き色がついてきました。はい、ではひっくり返します。一度ね火を止めてください、危ないから。そして一気にいきますよ。ひゅっ、あーかわいい。また火をつけます。でまた弱火にかけて、さらに6、7分加熱していきます。はい、今7分焼きました。ちょっと焼けてます。これで完成です。焼けました。じゃあちょっと見てみたいと思います。いけるか、いこう。焼け、美味しそうにできました。ぜひ作ってね。